ベニスの商人、ベニスの商人、ベニスの商人は、ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、儀曲である。1594年から1597年の間に書かれたとされている。ベニスの商人と記される、人肉抵当裁判として紹介されたこともある。タイトルの、ベニスの商人とは有名な、ユダヤ人の金貸し者ロックを指すのではなく、商人のことである。 英語のマーチャントというのは、氷商のような商人ではなく、むしろ貿易商を意味する。貿易で栄えたベニスが舞台になっているのはそのためである。中世イタリアのベネツィア共和国と架空の都市、ベルモントを舞台に繰り広げられる、小取引と恋の喜劇で、氷菓子が金を貸す際に取った人命に関わる内容の証文が現実になったことによ、起こる裁判と、 ベルモントの美しい貴婦人をメンとする、若者の話を基軸とする。この話の元になったものとして主に次の二つがある。一つは中世イタリアのデカメロン朝の物語集、イルペコローネ、グシャ、イールペコローネの四日目第一話であり、人肉裁判と指輪の部分の原話である。もう一つは、ラテン語による短編集、ゲスタローマーノールムで、箱選びの部分の原話となっている。 舞台はイタリアのベニス、ベネツィア。バサーニオは富豪の娘の女相続人シャと結婚するために先立つものが欲しい。そこで友人のアントーニオから金を借りようとするが、アントーニオの財産は公開中の商戦にあり、金を貸すことができない。アントーニオは悪名高い氷菓子のシャイロックに金を借りに行く。アントーニオは金を借りるために、 指定された日付までにシャイロックに借りた金を返すことができなければ、シャイロックに彼の肉一ポンドを与えなければいけないという条件に合意する。アントーニオは簡単に金を返すことができるつもりであったが、船はナンパし、彼は全財産を失ってしまう。シャイロックは自分の強欲な商売を邪魔されて恨みを募らせていたアントーニオに復讐切る機会を得たことを喜ぶ。 一方、シャイロックの娘ジェシカは純真で心が美しく、父の霊国非道を嫌って、ロレンゾと駆け落ちしてしまう。その頃、バサーニオは、ポーシャと結婚するために、ベルモントに向かう。ポーシャの父親金、銀、鉛の三個の小箱から正しい箱を選んだものと、結婚するよう言言を残していた。バサーニオは、ポーシャの巧妙なヒントによって、正しい箱を選択する。 バサーニオはポーシャからもらった結婚指輪を絶対外さないと誓う。しかし、バサーニオのもとに、アントーニオがシャイロックに借金返済ができなくなったという知らせが届く。バサーニオはポーシャから金を受け取り、ベニスへと戻る。一方、ポーシャも次女のネリッサを連れて密かにベルモンテを離れる。シャイロックはバサーニオからガンとして金を受け取らず、裁判に訴え、契約通り、 アントーニオの肉一ポンドを要求する。若い法学者に噴したポーシャが、この件を担当することになる。ポーシャは、シャイロックに、慈悲の心を見せるように促す。しかし、シャイロックは譲らないため、ポーシャは肉を切り取ってもよいという判決を下す。シャイロックは、名法眼ダニエル様の再来だ。念は、お若いが名法眼だ。小田島勇志役と喜んで肉を切り取ろうとするが、 校者は続ける。肉は切り取っても良いが、契約書に内地を一滴でも流せば、契約違反として、全財産を没収する。仕方なく、肉を切り取ることを諦めたシャイロックは、それならばと金を要求するが一度金を受け取ることを拒否していたこと絡められず、しかも、アントーニオの命を奪おうとした罪により財産は、没収となる。アントーニオは、キリスト教徒としての慈悲を見せ、 シャイロックの財産没収を免ずること、財産の半分を、シャイロックの娘ジェシカに与えることを求める。そして、本来死刑になるべき、シャイロックは刑を免除される代わりに、キリスト教に回収させられることになる。バサーニオは、ポーシャの変装に気づかずに、お礼をしたいと申し出る。バサーニオを困らせようと、結婚指輪を要求するポーシャに、バサーニオは初めは拒んだが、 結局指輪を渡してしまう。ベルモンテに戻ったバサーニョは指輪を失ったことをポーシャに責められる。謝罪し許しを請うバサーニョにポーシャはあの指輪を見せる。驚くバサーニョにポーシャは全てを告白する。また、アントーニオの船もナンパしておらず、無事であったことがわかり、大団炎を迎える。一子のような人物が四人の本と二人の本とに分かれる。 執筆当時は、ただの喜劇として見られていたが、ハイネは、シャイロックの悲劇と呼び、感激中後ろで涙を流している女性を見たという、逸話が残る。ベニスの商人の物語は、ユダヤ人にとって侮辱的と捉えられる内容を、含んでいる。シャイロックは、貪欲な金貸しという、ユダヤ人に対する悪意あるステレオタイプ的な人物として描かれており、裁判中には、 ユダヤ教徒を軽蔑する罵声を浴びせられた上に、その正当な権利を踏みにじられ、最終的に回収まで強要されている。二十世紀初頭以来、反中小同盟などのユダヤ人人権団体は、同作品をユダヤ主義を煽る作品として、学校教材や舞台演劇に使用することに反対する運動を行っており、アメリカでは1947年に、 ベニスの商人の図書館からの排除をめぐる裁判が行われている。ニューヨーク州の最高裁判決では排除を拒否した教育委員会の勝訴となったが、その後も北米各州でベニスの商人の使用に関する抗議は続き、学校教育の場や舞台からは意識的に避けられ、傾向にある。高世の人々が、 シャイロックに近代的な複雑な性格を見出したのは事実であり、悪役を単なる悪役に終わらせない、シェイクスピアの人物造形の力が、はるかに時代に先んじた優れたものであった証言える。一説に課の有名な探偵シャーロック・ホームズの綴り、シャーロック・ホームズのイギリスの名前においては特殊な、シャーロックの由来だとされる。ベニスの商人を、 法学的見地から検証する試みは、古くは1872年に表されたルドルフ・フォン・イエーリングの権利のための闘争にも見られ、今日でも学問の場で法意識の正当性を学ぶ題材として用いられることがある。イエーリングは裁判官は契約内容自体を公序領族に反するものとして、無効と判断するべきところを、 契約を有効とした時点で、シャイロックの持つ権利を正当と認めているのに、裁判官自らが後からその権利を覆し、法制度を破壊していると指摘している。日本の法律においては、肉は切り取っても良いが、契約書に内地を一滴でも流せば、契約違反として、全財産を没収するという理屈は成り立たない。生きている人間の肉に血液が付随することは必然であるため、 1> の一の規定によって血液は肉の重物とみなされ、二の規定によって肉を切り取るという契約がなされた以上は当然ながら血が流れることをはめられる。ただし、本作における借りた金を返すことができなければ、彼の肉一ポンドを与えなければいけないという契約は、現代日本においては、の、公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とす。 法律行為は無効とするとの規定に基づいて成立しない。経済学でも貨幣をめぐる議論として使われることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。